鴨川市陸上競技場は千葉県鴨川市が所有、運営している多目的スタジアム。鴨川市陸上競技場安保軍士では唯一日本陸連第三種公認競技場に指定されている。鴨川市総合運動施設の一つ、1974年3月に建設された。その後、1995年6月に改修工事が完了。 2010年に5000万円をかけて改修工事を行った結果、日本陸連第3種公認競技場としての指定が継続された。陸上競技場から立山市にある千葉県南総文化ホールまで 37.6km のコースで南房駅伝大会が実施されている。また巨南町保健福祉センターとの間で長坂井戸駅伝が行われている。 収容人数などの関係から、日本プロサッカーリーグの試合は開催できないが、日本フットボールリーグ、ジェフユナイテッド市原、千葉リサーブズの一部ホームゲームで使用された。南房総のサッカーにおける主要なスタジアムの一つで、ある。現在は、日本女子、サッカーリーグチャレンジリーグのオルカ、鴨川 FC のホームスタジアムとなっている。2005年には、第10回全日本女子。 ユースサッカー選手権大会、関東予選が行われた。2009年5月31日には、総理大臣杯、全日本大学サッカートーナメントと県予備予選で、共に、千葉県外のアジア大学と、産業農立大学が対戦している。総合運動施設内には他に、総天然芝、スタンドなしのサッカー場や、プロ野球パリーグ千葉ロッテマリーンズが、キャンプ地として使用している。 鴨川市営球場、そのサブグラウンドであるソフトボール場等が隣接して立地している。ありがとうございます。